阿蘇市の江藤さん宅の水田に国内では非常に珍しい黒トキが姿を見せています。黒トキは東南アジアなどで繁殖する渡り鳥ですが、日本に飛来することはほとんどないため、野生の黒トキを確認することは非常に困難です。環境省によるレッドリストでは生息状況についての情報が不足している種とされています。はっきり分からんけどですね、9月頃じゃなかろう、それよりも早かったかも分からんと思うとですね、だけど知らさい知らさいと思っちゃった。あの谷芝ちょっと入れとったけど、谷芝食べに来たっちゃなかろうかっていうところだったでって、それで初めはこう追っ払いやったって言って5メートルぐらいですかね、そこで仕事しようとじゃ逃げんですわ。見物客にもほとんど動じることなく、悠々と餌をついばむ姿が確認できました。